はい、こんにちは、116ウィンズです。今回はコメント欄で結構要望をいただいていたマリナーズの出た後に活躍した選手たちをピックアップしていきたいなと思います。マリナーズには悲しいジンクスがありまして、というのもマリナーズを出た後に活躍する選手が結構多いんですね。まあもちろんこういった話はどの球団にも多かれ少なかれあるとは思うんですけれども、やはりマリナーズという球団は2001年からずっとポストシーズンに出場していない中で非常に長い暗黒時代を送っていることもありますので、どうしてもですね、放出された選手が活躍してしまうと目立ってしまうんですね。でそういった具合に放出された後に活躍する選手たちの姿を見ると、まあ、マリナーズを出る喜びみたいな感じで言われることが結構多いんですね。今回はそんなマリナーズを出る喜びを体現した選手たちを紹介していきたいと思うんですけれども、ただマリナーズで活躍せずに出ていった選手たちが活躍する姿を紹介すると、まあ、正直私のメンタルが持たなくなってしまうので、今回はあくまで移籍というきっかけが本人のキャリアにも非常にプラスに働いた例を、まあ、少し古い選手で3人、そして最近の選手で3人ずつ、計6人を紹介していきたいなと思います。はい、まずは少し昔の選手から紹介していきたいと思います。エイドリアン・ベルトレですね。ベルトレは2000年代後半の、まあ、いわゆる暗黒マリナーズの中でも、まあ、結構代表的な選手だと思いますので、まあ、日本での知名度も高いと思うんですけれども、もともとですねドジャースでプレーしていたベルトレなんですが、2004年のオフに5年契約でマリナーズに加入しました。で結構ベルトレって FA 契約の失敗例として挙げられることが多いんですけれども、まあ、全然マリナーズ自体も活躍はしていまして、ウィンズアボブリプレイスメントでいうところの、まあ、1シーズン2から3ぐらいは残していましたし、普通のレギュラーとしては全く問題ない成績を残していたんですね。ただ打撃面が期待通りかって言われると、まあそうではなくてですね、特にマリナーズ加入前年の2004年にベルトレ48ホーマーを打って、まあ、ナショナルリーグのホームラン王にも輝いた選手なんですけれども、まあ、その成績を考えるとやっぱりマリナーズでの打撃成績っていうのは、まあ、正直物足りないかなと、まあ、いわゆる強打者のベンチマークであるところの3割30本100打点っていうところは一度も達成できなかったので、まあ、打撃が期待通りかっていうと、まあ、そうではなかったですね。でベルトレがこれだけ打撃面でシアトルで苦しんだ要因としては、やはりマリナーズの本拠地であるセーフコフィールド、まあ、当時の名前ですけれどもが挙げられると思っていまして、まあ、あの球場ですね、やっぱりどうしても投手有利な球場になっておりますので、なかなか強打者しかも右打者のベルトレが活躍するにはちょっと厳しい球場だったのかなと、まあ、球場と絶望的にマッチしなかったというところだと思いますね。でマリナーズとの5年契約が終わった後、ベルトレはレッドソックス、それからレンジャースへと移籍するんですけれども、まあ、いずれの球団の本拠地もですね打者有利な球場となっていますので、まあ、ベルトレですね、そこでようやくですね打撃が復活するんですね。でそれがこちらの成績の通りなんですけれども、赤で囲った部分がマリナーズ時代の成績 でそれ以外が次のボストンレッドソックス、それからレンジャース時代の成績になるんですけれども、マリナーズ時代せいぜい OPS は7割台8割台ぐらいが精一杯だったベルトレなんですけれども、レッドソックスに移籍した2010年は OPS 9割1分9厘、その後レンジャースに移籍して、まあ、安定して OPS 7割後半から、まあ、9割前半ぐらいと、まあ、非常に高い打力を見せていましたので、やっぱりベルトレに関してはもう球場が悪かったとしか言いようがないですね。もちろんマリナーズファンとしてはレッドソックス時代、それからレンジャース時代のバッティングをシアトルでもやってくれよという思う気持ちは、まあ、多少はあるんですけれど、ただあのままシアトルにベルトレが残っていたとしたら、もう3000本安打とか400ホームランとか絶対達成できなかったと思いますんで、まあ、残念ではあるんですけれども、ベルトレ移籍して良かったなと思いますね。はい、続いてはカルロス・ギーエンですね。ギーエンも結構マリナーズを出る喜びの選手として挙げられることが多いんですけれども、もともとですね1998年にアストロズとランディ・ジョンソンとのトレードで加入してるんですけれども、まあ、ギーエンですねマリナーズ時代も結構活躍はしていまして、特にですねアレックス・ロドリゲスが FA で去ってからは主にショートのレギュラーとしてしっかり活躍はしてくれました。ただ当時のマリナーズは非常にいいバッターが多くてですね、まあ、イチロー筆頭にブレッド・ブーン、エドガー・マルチネス、ジョン・オルルド、それからマイク・キャメロンといった、まあ、非常にいいバッターが並んでいる打線でしたので、その中においてはギーエンの OPS7 割程度の、まあ、打撃っていうのは、まあ、悪く言えば地味だったんですね。でそういうこともあってか2003年のオフにマリナーズがリッチ・オリビアという少なくともギーエンよりは打撃の上手いショートを獲得するにあたって、ギーエンが押し出される形でタイガースへトレードされることになるんですね。ちなみにトレードしたのは例の GM なんですけれども、まあ、それはさておき、まあ、タイガースへトレードされたことでギーエンはついに打撃が開花して、タイガース不動のレギュラーとしてオールスター3回に出場するような選手に成長するんですね。
で、移籍前後の打撃成績を見て もう全く違う選手ですよね。 OPS7 割程度の、選手だったマリナーズ時代に比べて、タイガースに移籍してから、いきなり OPS9 割2分1厘を残して2004年オールスターに選ばれてますし、その後も安定して8割近辺の OPS を残している、選手に成長していますんで、トレードがね、いいきっかけになったんじゃないのかなと思いますね。ギーエンがマリナーズ時代にタイガースで見せたくらいの打撃を残していれば、マリナーズが2000年代後半にショートに苦しむということはなかったと思いますので、ちょっとね、もったいないという気持ちはあるんですけれども、ただトレードがなければギーエンがここまでの選手になっていなかった可能性も十分にあるので、もうここもね、割り切るしかないのかなと思いますね。はい、続いてはマイケル・モースですね。モースはもともと2004年にフレディ・ガルシアとのトレードでホワイトソックスから加入しているんですけれども、トレード当初はですね、大型ショートとしてすごい期待されていたんですね。ただこの人はそろそろブレイクしそうかなって思ったタイミングに必ず怪我しちゃうんですね。本当にマリナーズ時代は後半は怪我でろくに試合に出られないまま2009年にナショナルズでトレードされることになってしまったんですけれども、そこでですね、ようやく怪我から少し解放されて才能が花開くことになるんですね。で、それがこちらの成績の通りなんですけれども、2007年2008年のマリナーズでは2年間で計14試合しかモースは出場することができなかったんですけれども、2009年にナショナルズに移籍して、ここでも少し怪我することあったんですけれども、マリナーズ時代よりかは試合に出られるようになって、特に2011年は146試合に出て31本のホームラン打って OPS も9割1分と、マリナーズファンがかつてモースに抱いていた期待というものがついに数字に現れることになったんですね。で、この頃のマリナーズっていうのは本当に歴史的な貧打に苦しんでいまして、もうとにかく点が取れないチームだったので、今ここにモースがいればなぁと思うことは正直何度もありました。で、この後モースは2013年にマリナーズに帰ってくるんですけれども、その時は正直からきし打てなかったので、そんなマリナーズを出る喜びとマリナーズに入る悲しみを同時に表さないでくれよとは思ったりもしたんですけれど、ただね、2007年2008年の時点で正直モースがメジャーリーガーとして大成するビジョンは全く見えなかったんで、トレードによってメジャーリーガーとして成長してくれたのは、それはそれで嬉しいなという気持ちは多少はありますね。はい、ここからは比較的新しい人たちを紹介します。クリス・テイラーからいきます。テイラーは2012年ドラフト5巡目指名でマリナーズに入団して、で、当時はですね、結構アベレージは残せるんですけれども、パワーがないバッターとしてプロスペクト時代は過ごしてきて、で、MLB にも上がったんですけれども、特に打撃面で結果を残すことはできませんでした。で、当時のマリナーズはやはりプレーオフを本気で目指している時期でしたので、あまりテイラーに時間を割いている余裕もなくてですね、2016年のシーズン中にテイラーはドジャースへトレードされることになるんですけれども、このトレードがテイラーのキャリアを大きく変えるトレードになりまして、ドジャースでジャスティン・ターナーと、それから打撃のコンサルを務めているクレイグ・ウォーレン・ブロックという人と出会うんですね。で、この2人と出会ったことでテイラーは打撃改造に取り組んで、よりフライを上げるバッティングに変えたところ才能が開花したんですね。で、それはもう成績を見ても一目瞭然で、マリナーズ時代の2年半でのメジャー生活っていうのはホームラン1本しか打てなかったテイラーなんですけれども、ドジャースに移籍して2017年にはホームラン21本と、もう全く違う打者に生まれ変わったんですね。まさにフライボール革命の賜物とも言えるような成績だと思いますね。で、2018年2019年も2桁ホームラン、21本から少し数字は落としているんですけれども、どうしてもですね、ドジャースの外野陣非常に層が厚いですから、なかなかテイラーの出場機会っていうところが安定しないっていうことも考えれば、この成績っていうのは十分立派だと思いますし、ドジャースにとってもテイラーという戦力はもう欠かせない存在だと思いますので、トレードがですね、テイラーのキャリアを本当に大きく変えたなと思いますね。マリナーズファンとしてはシアトル時代にやってくれよとは思いますけどね。はい、続いてはダグ・フィスターですね。フィスターに関しては本当の意味でマリナーズを出る喜びを感じた選手かもしれませんね。もともと2006年ドラフト7巡目指名でマリナーズに入団しているフィスターなんですけれども、順調にマイナーを駆け上がりまして、2009年にはメジャー昇格を果たして先発ローテーションの一角を担えるような技巧派右腕に成長しました。ただなぜだかわからないんですけれども、フィスターはどれだけ好投しても打線の援護に恵まれないんですね。で、特にひどかったのは2011年で、この年フィスター21試合マリナーズで先発しているんですけれども、防御率 3.33 で勝敗がなんと3勝12敗なんですね。
正直3勝12敗になるような投球成績じゃ全然ないんですけれども、打線が全く援護しないせいで、まあ、こんな成績になってしまったんですね。でこの年にフィスターはタイガースでトレードされることになるんですけれども、ようやくここで普通に打線が援護してくれるようになりまして、タイガース移籍直後の2011年のシーズン後半は11試合に先発して、なんと8勝1敗という素晴らしい成績を残したんですね。でその後も投球成績に見合った援護を受けるようになったフィスターは2桁勝利を4回達成して、まあ、通算83勝というところで2018年以降は登板がないんですけれども、まあ、正直ねマリナーズ時代がひどすぎましたよね。この成績で12勝30敗ってどう考えてもおかしいじゃないですか。マリナーズ時代のフィスターは文句言わずに淡々と本当に投げてくれましたけれど、正直内心もっと援護しろよってきっとどこかでは思っていたでしょうし、またトレードされてからまともに打線の援護を受けるようになって、これが普通なんだってもしかしたら思っていたでしょうから、本当の意味でフィスターはマリナーズを出る喜びっていうところを感じたかもしれませんね。はい、そして最後はライアン・ヤーブローですね。ヤーブローに関してはマリナーズを出る喜びなのかちょっとわからないんですけれども、ただ間違いなくマリナーズを出たことで彼のキャリアは変わったと思います。2014年ドラフト4巡目指名でマリナーズに入団したヤーブローなんですけれども、まあ、技巧派左腕としてですね、まあ、投手としての完成度っていうところが非常に高く評価されていたピッチャーでした。ただやはりどうしても技巧派ということもあって、まあ、ローテの1番手2番手っていうよりも、まあ、後ろの方ローテ4番手5番手向きっていう評価が多かったですね。ただ個人的にはやっぱりこういった技巧派でしたので、そこまでメジャーで活躍するかなっていうところはちょっと疑問があったんですけれど、まあ、2016年のオフにですねレイズへトレードが決まって、まあ、ちなみにそのトレードはあのマリナーズファンにとってはトラウマともいえるドリル・スマイリーのトレードなんですけれども、そのトレードをきっかけにですねヤーブローのキャリアは大きく変わることになります。というのも2018年にレイズはオープナーを採用したじゃないですか。このオープナー戦術の中でオープナーの後に長いイニングを投げるバルクとしての役割にヤーブローが抜擢されるんですね。でこの役割にヤーブローは見事にフィットするんですね。デビューした2018年はシーズン16勝、さらに防御率も 3.91 と非常に安定感のあるピッチングでレイズのオープナー戦術を支えましたし、昨年もですね、まあ、少しシーズン序盤は苦しんだんですけれども、最終的には11勝防御率 4.13 とまずまずの成績を残しましたので、やはりですねオープナー戦術のおかげでヤーブローは開花したのかなという部分があると思いますね。そういった意味ではやはりヤーブローはマリナーズを出てよかったのかなと思いますね。ということで今回6人紹介しましたが、いかがだったでしょうか。今回挙げた6人はマリナーズを出たことで本当にキャリアが変わった選手たちばかりですので、まあ、本当にマリナーズを出たことで活躍できたのは嬉しいなと思う反面、やっぱりその移籍後の活躍をマリナーズで見せてほしかったなという気持ちも少しあります。で今回紹介した6人以外にもマリナーズを出たことでキャリアがプラスに転じた選手たくさんいましたので、おそらくですね同じテーマでまた続編を作りたいなと思います。またマリナーズ以外でも今後も MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思っておりますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。